こんにちは、こんばんは。今日は2人ともにちょっとプロとシングルのウェッジワークウェッジの実力っていうものをちょっと見せてもらおうかなって思って、僕からいろいろとリクエストをしてみようかなと思って撮影を回します。多分見たいでしょう、皆さんも。プロとシングルってやっぱりアプローチもうまいわけじゃないですか。めっちゃプレッシャーかかる。ということで、ちょっと早速ね、まあいろんな技を見せてもらおうかなと。ナチュラルなアプローチなんかさ、だって他のチャンネルでさ、はい、いくらでも見れるわけや。ツアープロのすら見れるわけや、そんな、うん、やろっていうことは、うちはやっぱり WGSL といったらフェイスターンじゃないですか。アプローチでもフェイスターンってするのかしないのか、はい、どうなんでしょうね。フェイスターンしたら止まらんって思ってる人がいるやんか。いるやん、絶対スピンが入らへんとかって。ちょっと入るってところを見せてみようかなっていうね。はい、はい、ただまあナチュラルに構えて入れてってアプローチで止まるかって、さすがにそれは止まらんから、うん、フェース開いてフェースターンさせてスピンを入れて飛ばすっていう、ね、しかも10ヤードぐらい大体でいいよ。ちょっとじゃあまず、さあもうこれはさすがにプロからいこうか。はい、いいですよ。うまいね、うまいね、さすがやね、さすがやね、よかったね、ミスらして。じゃあシングルも見せてもらおうか。フェースマン開きから、ああうまいね。でもいや、根本的に打てることがすごいんですよ、はい、普通打てないんでね、まず、はい、緩めてダフるんで、みんなビビって。だって飛ばせって言ったらみんな飛ばせれるけど、そっか、だって銃って言ってるんで僕、そうですね、はい。じゃあちなみに今、はい、あんま開いてないですけどね、マスさんがっつり開いてないけど、はい、まあそれが、いやいや別にいいよ。ね、ちょっと開くぐらい、なんかそこら辺のプロでもやってるやつ。はい、どうぞ。うまい、うまいね、うまいね。昔やったらできんかったやろな。昔やったらな、そうやな、フェース返さへんが当たり前やもんな、ロブになるだけやもんな。あ、そんな感じ。うまい、マッサン、うまい、激うま、今の激うま。じゃあちょっとみんなにフェース返さへんっていうものをしてみようか、はい、さっきの開いてて同じように開いてて、はい、同じフェースの開き方でフェースを返さへんかったら、今度はもうそこら辺でよく見るやつやけど、はい、打ってみて、はい、逆にミスるやんだよ。跳ねたんすよ、弾かれたんす、バランスが弾かれるねんな。うまっ、うまっ、うまい、うまい、もうあれはいわゆるロブってやつやね。リスキー、リスキー、そう、リスキー。だって今の多分ぶっちゃけマスさんがめちゃくちゃうまかったけど、あれ芝の上やったら多分だるま落としになってたよ。でもあと10球中何球やれるか、そう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 、2球以下だと。そう、要はそれってあれやん、10球中2球やったら70点以下じゃないですか。要は赤点ショットになるじゃないですか。で確実にちゃんとウェッジとしてのバウンスを仕事させてやるとフェースターンの方がいいやんね。落差が違う。そうそうそう、だって簡単やもん、何のためにバウンスあんねんっていう感じだし。うまい、うまい。じゃあ次、青い看板ぐらいを普通にアプローチしてもらっていいですか。はい、今ちなみに僕は僕の目線にカメラアングルをしてます。そう、じゃあ、マスさんからいこうか。僕の目線の高さ、目線ね、立ってる目線でこれぐらいの弾道を打つんですよっていうところ。うまい、激うま、引く。今の多分スピン入ってるのちゃんと見えてると思います。うま
これやっていいな、はい、めっちゃいいですね、今の。じゃあトシプロの、そうでもあの低さでいって止まってんの分かるから、うまいやんね。でマスさんももう一回青い看板で、はい、目線の高さから次は僕は膝ついて、はい、膝の高さから、はい、これですよ皆さん、この低さで打つんです。バリ上手なってますねマスさん、フェイスさん行ってる会話です、はい、マジで上手くなってますね。フェイスさんドキュメンタリーでも取り組んでるだけありますね、やっぱ。はい、じゃあトシプロも膝の高さで、うまい、やっぱりうまい、あれ引けるです、それはうまい、めっちゃうまい。50ぐらいまで映りそうやねん、もう、うん、映ると思う。マッサン50でもう一回目線の僕の、2m48cm の目線の高さからいきます。うまい、こっから難易度上がるっすよ、上がりますね、1個上がるっす。そうなんか、はい、あれやん、フェイスターンどん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 身についてきたらさ、30ぐらいまでって楽になるやん、50ってなって1個レベル上がって、70ってなったらもっとレベル上がってっていう、70とかをどこまで低く打てるかってね、しかもスッピン入れながら打つっていうのがね、これは難易度が高いっていう。緊張してますね、この低く飛ばしながらも柔らかく飛ばすっていうのが難しいんだね。そう、低く強くやったら止まらん球が飛んでるだけやから、そう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 、低くやけど柔らかくっていうのはスピン入ってる証拠やから。あ、マスさん今のうまい、今の柔らかさいいっすね、めっちゃ綺麗かったっすね今の。70までいくともう極端に難易度上がりますね、これ。あ、うまいけどな、うまい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 、あれがドロー回転じゃなくなったらもっと最高やな。そう、よりなんちゅうやな、ドロー回転したらやっぱ前で飛びそうやんか、跳ねそうやんか、やっぱ転がって、あれをいかにフェードまでいかんでもこうまっすぐ、ほんままっすぐねじれさせない、そうねじれさせないっていうね、ウェッジやからこそねじれさせないっていう、この難易度が高いんよな。ちょっと一回打つわ、ねじれてる、いやねじれてないです、どの回転してるしてないです、してないやんだよ、あれぐらい柔らかく飛ばしていく、柔らか柔らか、おお、好き、すげえ、こっからやっぱ50でここで差が出てきますね。はい、じゃあ最後2人、はい、何か得意なことを宣言してから言ってもら打ってもらっていいですか。30ヤードの看板、30ヤード看板、じゃあトシプロは30ヤード看板から、トシプロからいきましょうか、はい、うま、激うま、うま、低さが良くなったです、うまかったですね。マスターはどこ打ちますか。50を低く、おお、かっこいい、いや、チャレンジですよ、はい、かっこいいですね、チャレンジでさせる、うん、マスターは目線の高さからいこうかな、低さが分かるように。お、うまい、めっちゃ上手なってますね。はい、ということで今夜の動画は、プロとシングルのウェッジ、サンドウェッジですね、の技術の高さっていうものをちょっと見てもらう動画になりましたが、2人とも見せれたと思いますか。ああ、よかったですね、ほっとしてます、ほっとします、ほっとしますが、はい、まあちょっと僕のね、やっぱ神レベルのウェッジワークってものを、はい、ちょっとまだちょっと遠い2期ほど見せましたけど、皆さんもでもフェイスターンを覚えてたら、でもあれですよね、ほんまに低くでスピン入れて打てるようになりますよね、マスター。
2人とも打てなかった2人なんで、はい、トシプロも言っても打てなかったんで、はい、なんで皆さんもぜひともフェイスターンを覚えることで、そこにウェッジっていうのをね、一つ練習器具として捉えてもらったらいいんじゃないかなと思っておりますが、レッスン動画的な動画となったんじゃ、ね、珍しい動画スタイル、珍しい動画スタイル、ぜひともいいね押してくださいっていうか押せWGS のチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆様お力添えよろしくお願いいたします。あと高評価、いいねの方は、押せ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 、熱感じたかなあとコメントの方もまたたくさんお待ちしております。ただ私奥田っていう人間は人間としての器がちっちゃいっていう風にアンチからも言われてるぐらいなんで、アンチコメントのタメ口はそこブロックします。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しています。それでは失礼いたします。